漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はオーラン高校ホストクラブ、羽鳥ビスコ先生の作品です。連載期間は2002年から2010年ララで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。オーラン高校ホストクラブは女性人気がかなり高かったイメージの作品です。全18巻 LINE 漫画とネカフェで読みました。アニメ化ドラマ化もされてますし、累計発行部数1000万部超えですし、人気作なのは確実ですね。驚くほど丁寧に言葉の意味やニュアンスがわかるように説明が添えられています。なので非常に読みやすい作品です。内容はというと、超お金持ちが通う高校が舞台。様々なタイプのイケメンが部活的にホスト役をするわけです。そこにお金持ちでもない中性的な女の子春日が加わり、友情や恋模様が描かれます。個人的には春日に対してホスト部のメンバーがいきなり可愛いと思う理由付けがないのが一番引っかかりました。がだからこそ多くの少女たちが受け入れやすいのかもです。そしてホスト部という存在自体もお金持ちの暇つぶしという理由だけでは納得しづらいです。途中に設立についても描かれますけど、まあ当然頑張って考えられた後付けなわけで、まあそういう世界なんだと受け入れることにして最後まで読みました。好きというか共感できた数少ないキャラは京也と玉木の父親です。言ってみたらロジカルなキャラならわかるわかるになるんですが、感情面がフィーチャーされたキャラはどうしても女性が描く男性であって実在感が薄いんですよね。ところでいろんな国をテーマにお国柄に合わせたファッションなどで着飾るのはとてもいいと思いました。作品の内容からも外れてないですし、かっこよさも強調されますし、女性はファッションへの意識は特に高いでしょうしね。で、終わり方は終盤の玉木についてと春日について、まあ、これはさらに展開しますが、まあ、こういう展開は熱くなりますね。一見モブキャラ的な人たちにも生命力を感じますし、やっぱり人が好きだと思わせてくれました。最後の最後はそこまでやっちゃうって感じの展開で明るくまとめていい感じでした。恋や心の動きを中心に描かれているんですが、全体を通して楽しいというところにより魅力を感じましたね。ということで、アニメやドラマ版だけ見てこの原作を読んでいない人、いろんなイケメンに恋される気分を味わいたい人、ほんわかギャグで心を癒したい人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。